Hello everybody. 今日も楽しくですね、チェロキーの方やっていきましょう。今日はですね、アウトの概念その2ですね。この動画最後まで見ていただけたらですね、コード譜ですね、あまり頼らずですね、プロのアドリブが引き出せるということですね。ぜひ everybody 最後まで見ちゃってくださいませです。前回とちょっと似たようなコンセプトになりますね。見ていきたいと思います。なんてなんて、フレーズが自由に引き出せるんか、プロのアドリブが自由に引き出せるんか、教えてくれ、はよ教えてくれ、どんなんや。そうなんですよ。これね、知ってるとね、アドリブがね、かなり自由自在になってですね、コード譜からですね、解放されるんでですね、コード譜からの解放術、シンプルで簡単なんでね、初心者のエルバリにもおすすめです。特にこっちの方がコード譜よりおすすめです。G エルバリ、今回ね、この技を習得してくださいませです。ぜひこの技を習得しちゃってくださいませです。シルバーエブバリ、Thank you のありがちのウェブガッチの来てくれて、みんな Thank you! Let's get it on! Thank you! 前回申し上げましたですね、これ普通の C の、これですね、C のドレミソミレドから、こっちが2くって言いましたね。これが王道のやつからアウト。1個下がりました。こうからこっちに下がりましたね。今回はこうから上に上がってあげます。僕たちの C ですね。レミファのシャープラーになりますね。こんな感じになります。これが王道のやつで、で C に一瞬だけ言ってあげる。で C にまた一瞬に一瞬言ってあげるみたいな感じですね。 では一個一個見ていきましょう。トランペットでまずはこんな感じですね。ドレミソミレド、前回と同じですね。ドレミソミレドから、前回はですね、シドレファレドシンに行ってあげたんですけど、ここからこっち側に行きました。今回は上に上がります。レミファラファのシャブミレみたいな感じになりますね。それっていうのが、レミファのシャブラファのシャブミレみたいになります。トランペットで吹いてみたいと思います。そしたらですね、ドレミソ、もうちょっと上の方まで行きましょう。ドレミソドラとかですね、ドレミソラドとかですね、行ってみたいと思います。ドレミソドラに対して、レミファラレシなんですけど、ドレミソドラでラで終わったんで、ラファのシャープミレにしたいと思います。今度はですね、D のペンタトニック。レミファのシャープラレシソミレドみたいな感じでいきたいと思います。からですね、自然に C に行くためにはですね、その隣の音とかですね、同じ音の時に吹いてあげる。
をドレミソドーラーでラーで終わってんのに、またレミファラレシーっていう風にやるとですね、パズルをこうくっつけたようになるんでですね、ドレミソドーラーで終わってるからラーの隣のトソミレド、Cのペンタトニックであるソミレドでいく、そんなわけですね。だから自然に聞こえる感じですね。隣の音あるいは同じ音を使ってあげる。みたいな感じですね。まずは C のドレミソで D に上がってあげるラファのシャープミレっていうのをですね、何回かやっていただいてですね、ドレミソラファのシャープミレ C から D ですね、でドーってまた C に帰ってあげる、戻してあげる、でもうちょっと延長線ですね、ドレミソドラまで踏み込むとドレミソドラ、同じ音の D、 ペンタトニックラファのシャープミレラレ、ほんで C に戻してあげるドみたいな感じですね。これをですね、スムーズになるまで何回も練習していただいて、ドレミソドラファのシャープミレ、これでもいいし、ラレドって言ってあげてもいいですね。ほんで必ず C に戻ることですね。ちょっと早い音源で見ていきたいと思います。うーん、マスケレロン、イエイエイ。それではですね、早い音源でですね、流れ掴んでいきましょう。流れね、掴むだけでね、うんうん、グッとね。まあ大体ざっくりですね、C から D に上がってあげるみたいな。ほんでまた C に。で、C が大体まあ7割、6割ぐらいですね。ほんで、ファと D に上がってあげる。これもう3割、2割ぐらいですね。3割、4割ぐらい。3割、4割ぐらいですね。ちょっとやってみたいと思います。こんな感じです。ドレミソミレドレドン、ドレミミソミレドレドン、ドレミソミレドン、ここで変わってる、あげる、レミファラファミレ、またシニ、ドレミソミレド、ドレミソミレドレドン、ドレミソミレドン、ここでレミファラファミレドドみたいな感じですね。やってみましょう。一瞬だけ行ってあげる、2割3割ぐらい、でまた D に戻ってあげるみたいなのやってみましょう。 D からです。していきましょう。ドレミソドーラー、レミファのシャプラーレーシーぐらいまでいきますね。ちょっと踏み込んで長いことやってみましょう。マスケリロン。
いかがだったでしょうか。ぜひこの方法をですねマスターすることでですねアドリブコード譜にねとらわれずにね割とできるようになるんでですねぜひエブリバディには今回マスターしていただきたいです。 C をずっと吹いててほんで D にファッとね添いつつ反らすっていうのが大事ですね。ずっと王道を走ってて一瞬だけファッといってあげる2割3割ぐらいほんでまたファッと王道の C に戻ってあげるみたいな感じですね。逆もまたしっかりですね D のずっと走ってて一瞬だけ C に戻してあげるっていうのがですねアウトのね醍醐味なんでね。でちょっと合わないなと思ったらもう一瞬にして逃げてあげるみたいな時々合わないところっていうのはどうしてもあるんでですねぶつかってるなってなんか気持ち悪いなって思ったらすぐ C に戻してあげるそういう風な認識の仕方でもいいと思いますんでですねぜひエブバリウォームアップにでもね取り入れていただいて本番のジャムセッションでもですね取り入れちゃってみてくださいませです。っていうのがなすごい大事やな。で一つはやっぱり隣の音とかその音全く同じ音全音とか半音とか、まあ、今回は半音はなかったけどな同じ音か隣の音とかからスタートしてあるとすごい自然に聞こえるっていうことやな。そうなんですよ隣の音にねで移行するとですねパズル的な感じにならないんでですねどこもかなりおすすめです。隣の音に行くことでかなり自然になるんでですねぜひエブパリ隣の音を目指してですねドレミソラソドララの隣ソーラソミレドシーに戻るみたいでですねそういう風にやっていくとですね変な風に絶対聞こえないんでですねでもぜひ意識して練習してみちゃってくださいませです。ぜひ意識して練習してみちゃってくださいませです。今日の動画良かったねと思っていただける方はどうかいいねボタンとですねチャンネル登録をチャンネルの、はあチャンネル登録の方よろしくお願いしますです。コメントにてね、見ましたって言ってくれるだけでね、めっちゃ嬉しいですよ。ほんで、ひだのりっちはね、群馬県の館林というところにいますんでですね、対面レッスンね、お近くの方はね、ぜひご検討くださいませです。まだ若干あるもんな、秋がな。ぜひですよ、見ててあげるぞ。オンラインレッスンはね、北海道から沖縄までね、エブリウェアなんでね、ぜひエブパーリーご検討くださいませです。きれいエブパーリー、見ててあげるありがちのベビーガッチです。Thank you! Thank you! わーわーわーそれではエブバディ見て Thank you ありがとうのベビーガッチュです Thank you